はい、こんにちは、豊田です。今回はブログで1位狙いのタイトルの付け方、それから実例とか文字数について解説していきます。まずブログタイトルの役割って何だろうっていうところなんですが、この写真を見てください。この記事の先頭の画像の女性って何してると思いますか？この女性、外国人ですが、後ろ姿で本を眺めていますよね。まさにこれがブログ記事のタイトルの役割と一致した画像なんです。この女性は本のタイトルを見て、どの本を手に取ろうか迷っているとこなんですね。タイトルの役割っていうのは、例えば 本屋さんでどの本を手に取るか、例えばレストランでどのメニューを頼むか、例えばネットショッピングでどの商品を見ようかというところに全て一致してるんです。何をするにしても、私たちは選ぶときにタイトルとか、例えば本のタイトルもそうだし、メニューの文字とか写真とか見ますよね。ネットショッピングでもその商品のタイトルを見て決めているはずなんですよね。なのでブログも同じです。ブログタイトルっていうのは、読者があなたのブログを見るか見ないか決めるためのものなんですね。じゃあここで一つ、あなたがブログで稼ぎたいと思って、例えば本屋さんに行って3つの本が並んでたとします。1つ目が副業で稼ぐ今人気のサイドビジネスランキング5選、2つ目がブログで絶対に稼ぐ方法全部見せます月100万円ノウハウ、3つ目がブログを作る方法解説、稼ぐ人の生活環境とは。こんな感じでね、あなたがブログで稼ぎたいと思った時にどのタイトルを選ぶと思いますか？ほとんどの人は2番のブログで絶対に稼ぐ方法全部見せます月100万円ノウハウっていうのを選ぶはずなんです。これなんでかというと、知りたい情報を表している。ブログで稼ぎたいと思っているのに対して、ブログで絶対に稼ぐ方法って直球で表してますよね。で、興味を引くタイトルであること、全部見せます月100万円ノウハウ、興味絶対引けますよね。それから文字列の配置です。文字がちゃんと左側にブログで絶対に稼ぐ、これが一番右じゃダメなんです。はい、それらを解説していきます。はい、ブログタイトルの付け方ですが、ブログタイトルは記事を見た人ではなく、これから読むものを探している人に見てもらうものです。記事を見た人ではありません。これから読むものを探している人がタイトルを見て探します。ポイントは3つ。重要なのはキーワードの並び順です。キーワードの並び順、2つ目がタイトル文字数の理解と位置関係、3つ目が魅力的なタイトルの付け方です。それでは1つずつ見ていきます。まずキーワードの並び順ですが、検索者の意図にマッチした並びにします。キーワードはタイトル内に順番通りに入れてください。順番通りです。例えばスイーツカロリー低いというキーワードと、カロリー低いスイーツというキーワードでは検索者の意図が違う場合があります。スイーツカロリー低いと入れた人は、スイーツ限定でカロリーが低いものを探したい人、一方でカロリー低いスイーツと入れた人はカロリーが低い食べ物を探したい、できればスイーツも見たい、このスイーツというものの優先順位が全然違うんですね。なので Google とか Yahoo で検索してみると分かるんですが、文字を入れ替えると検索結果が違うものが表示されることがあるんです。これを理解しておいてください。なのでキーワードはタイトルに順番通り入れるっていうのがセオリーです。次がタイトルの文字数、重要な位置づけです。文字数は32文字前後です。重要な位置はタイトル左から中盤まで。先ほどのスイーツカロリー低いを検索してみると、このように一番上が32文字表示されています。2番目が31文字、3番目が35文字というように、
だいたい32文字前後で表示されることから、ブログタイトルは32文字前後で設定をします。それから重要な位置、スイーツ、カロリー低い、カロリーが低いとか、これ順番通りに入れるっていうのがポイントですね。必ず文字数は32文字前後で、タイトルの左から中盤までにキーワードを入れることを意識してください。はい、魅力的なタイトル、読者の心に刺さるキーワード、キーワード、読者に心に刺さるキーワード、フックを入れるっていうのを意識しましょう。例えば NG 例だと、何かこうレシピブログ、ブログで何かのレシピを書いたとしますよね。その時に秘密のレシピ、中身は記事を見てからのお楽しみというタイトルで書いたとします。すると検索キーワードも含まれていないし、読者の疑問を解決できるか分かんないんですよね。一見なんかこう、あ、なんか見てみたいなって思うタイトルかもしれないけど、これで検索エンジンには出てこないんです。それは検索キーワードが含まれてなかったり、読者の疑問を解決できるか分からないから。で、ここで OK な例としては、美味しいケーキの作り方、プロ直伝、砂糖不使用で簡単レシピというように、これ一例ですけども、例えば美味しいケーキの作り方というのがキーワードだとしたら、前半部分がキーワードで、プロ直伝というのが引きつけるフックになります。このように美味しいケーキの作り方を知りたいなと思う読者が、この記事は良さそうだと思えるようなフックですね、読者の目を引くワードが有効です。1位の実例を見るのもいいでしょう。まずタイトルの実例を見て学ぶ場合に、公式サイトは除外してください。もう公式サイトっていうのはどんなタイトルをつけても1位に上がるので、あんまり参考にならないんですね。そしてキーワードは基本3つ以上で検索してください。例えば Google を開いて、なぜ子供好き嫌い、なぜ子供が好き嫌いが多いのかとかね、なんで子供好き嫌いしちゃうんだろう、ご飯を食べてくれない親の悩みではありますよね。で、これで検索すると1位はなぜ子供は好き嫌いが多い、どんなに工夫しても食べない理由とは、なのかな、まあ、これが1位に来てるってことですね。で、このタイトルが非常にいいのは、なぜ子供好き嫌いというキーワードに対してしっかりとなぜ子供好き嫌いって、もう左からタイトルしっかり入ってますよね。人間は必ず左からタイトルを読むので、ここにキーワードが入ってると、あ、私が探してるのはこれだと思うわけです。さらに読者の悩みを理解して、どんなに工夫しても食べない、あ、そうですよね、親は子供の好き嫌いって調べるときにきっと食べさせたいけど食べないとかっていう悩みがあるんですよね。だからどんなに工夫しても食べないって書いただけで、その読者に対するフックになるんですね。はい、以上で今回の動画講座を終わります。ご視聴ありがとうございました。